どうも皆さん、明けましておめでとうございます。グーです。2020年がいよいよ始まりましたね。今年も去年よりさらに面白い動画を上げていけるよう頑張っていきますので、今年もよろしくお願いします。というわけで、新年一発目の動画である今回は、2020年に発売される予定の PS4 注目作をまとめて一気に紹介していきたいと思います。2020年も期待のソフトがすでに目白押しなので、今年欲しいソフトや買う予定のソフトをチェックするのにぜひ役立てていってください。それでは2020年第1弾のゲーム紹介、張り切ってやっていきましょう。よろしくお願いします。最初のゲームはこちら、バンダイナムコよりドラゴンボール Z カカロット。本作のドラゴンボールゲームの世界では、プレイヤー自身が孫悟空となって、悟空がこれまでに繰り広げてきた冒険を追体験することができます。完全フルグラフィックで描かれる悟空の物語は、アニメの細かいシーンまで再現されており、ドラゴンボールファンからの期待が高まる一作となっています。迫力満点のバトルはもちろん、豊富なエリアの探索や食材探しと料理、さらには修行など様々なゲームシステムが盛り込まれているようです。悟空だけではなく、ベジータやピッコロ、ご飯などのメインキャラクターたちもストーリーの部分次第では操作が可能な上、クリリンたちもサポートキャラとして一緒に戦ってくれます。 PS4 の美しいグラフィックでドラゴンボールの世界を体験する絶好のチャンスですので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラゴンボール Z カカロットは1月16日の発売です。2本目はセガゲームスより、龍が如く7、光と闇の行方。約3年ぶりとなる龍が如くシリーズの最新ナンバリングで、新主人公春日一番による完全に新しい物語が描かれます。本作ではライブコマンド RPG というバトルシステムが採用されており、刻一刻とバトルの状況が変化する中、敵の配置や環境を見極め、適切なタイミングでコマンドを押す新しいタイプのバトルが注目を集めています。今作のテーマである仲間という要素を最大限引き出すために作られたバトルシステムがどのように生きてくるのか、実際に遊んで確かめるのが楽しみなところです。また新マップの横浜伊勢崎偉人町は、東京神室町の3倍もの広さで数々のアミューズメントが楽しめます。今作では中井貴一や安田顕、堤真一といった人気俳優さんの起用ももちろんあるので、今作でも奥深くシリアスだけど随所でコミカルな人間ドラマが楽しめるといいと思います。龍が如く7、光と闇の行方は1月16日発売となっています。3本目はペルソナ5スクランブルザファントムストライカーズ。アトラスのペルソナチーム P スタジオと光栄テクモゲームスのオメガフォースがタッグを組んで制作された本作は、ペルソナシリーズ初となるアクション RPG であることや、ペルソナ5から続く物語が描かれることなどによって、ペルソナシリーズファンからかなり注目されているタイトルになります。本作では主人公のジョーカーはもちろん、好きな怪盗団メンバーたちを直接操作してバトルを行うことが可能です。バトルもしっかりペルソナのシステムを応用した形でアクション RPG になっているとのことなので、おなじみの武器、銃、スキルを巧みに活用して大量のシャドウがうごめく街を華麗に駆け抜けましょう。さらに本作は渋谷はもちろん、札幌や仙台、沖縄、大阪など日本各地のマップが登場するようなので、ペルソナ5とはまた違った空気感を楽しめるのも魅力を感じます。ペルソナ5では味わえない新鮮なゲーム体験ができることを期待したいです。ペルソナ5スクランブルザファントムストライカーズは2月20日の発売なので、皆さんそれまでにペルソナ5のストーリーをもう一度おさらいしておくと良いのではないでしょうか。4本目はワンパンマンヒーローノーバディノーズ。あの大人気バトル漫画ワンパンマン初の家庭用ゲームがついに登場します。個性的なヒーローや怪人が衝撃戦を繰り広げる対戦アクションで、ワンパンマンのキャラと思う存分戦える格闘ゲームです。メインモードの主人公はオリジナルヒーローで自由にカスタマイズ可能です。メインモードでは埼玉に救われてプロヒーローとなった C 級ヒーローとして、様々な依頼をクリアしながら緩いヒーロー生活を満喫しましょう。今作のバトルシステムは、バトル中に他のキャラクターが合流するヒーローアライバルシステムで、戦況はリアルタイムに変化します。1対3の不利な状況から強力な味方が駆けつけて大逆転もありえるので、最後の最後まで勝負がわからないバトルを楽しめます。また最強キャラである埼玉は、駆けつけた瞬間にワンパンで勝負が決まってしまう恐ろしく原作に忠実に作られたキャラなので、もし埼玉が駆けつけそうならその前に勝負を終わらせないといけません。そんないろんな意味で普通の格ゲーとは全然違うバトルを楽しめるワンパンマンヒーローノーバディーノーズは2月27日の発売となっています。3月3日はいよいよ待ちに待った FF7 リメイクの発売日です。 E3 2015で開発を発表されてから5年、いよいよ今年あの FF7 の世界がフルグラフィックで新しくなって PS4 に登場します。
クラウドやエアリス、ティファ、セフィロスなど他にも主要なキャラクターたちのリメイク姿が続々と公開され、ついに出るという期待感が高まっている人も多いと思います。本作 FF7 リメイクは分作形式となっており、第1部となる今作ではミッドガル脱出までが描かれます。今作でのミッドガルは内部構造も設計し直されており、世界観やキャラクターをより深く掘り下げるため、ストーリーをもっと細部まで描き、多数の新規エピソードや住民の生活描写なども追加されるとのことです。一体どのくらいのボリュームで今作が描かれるのか、ちょっと想像ができないのですが、何はともあれ3月3日の FF7 リメイクを心待ちにしていきたいと思います。6本目のゲームは光栄テクモゲームスより2O2。2017年2月に発売された2王の続編となる本作は、ダークファンタジー要素と戦国時代末期の史実が融合した世界観が特徴のダーク戦国アクション RPG です。本作では妖怪がはびこる戦国時代で、人間ながら妖怪の力を持つ半妖の主人公の旅路が描かれます。本作では前作のコンセプトであった戦国死にゲーの要素をしっかり引き継ぎつつ、妖怪のエッセンスがさらに強化されており、少しでも油断したら死んでしまうという緊張感の中、敵を倒した時には抜群の手応えと達成感が味わえるといった作品になっているようです。今作からの新要素、妖怪化で主人公の持つ妖怪の力と憑依させている守護霊の力を駆使することで、普段とは違うアクションや立ち回りを繰り出せたり、妖怪武器と呼ばれる新登場の武器で妖怪の気力を奪い、ゲージを貯めると真の力が解放できたりと、戦闘はさらにバリエーション豊かになっています。本作は主人公の姿を自由に設定できるキャラクタークリエイト機能も搭載され、3人でのマルチプレイも可能です。2王2は3月12日発売なので、パワーアップした戦国死にゲーを存分に楽しんでいきましょう。7本目はベセスダソフトワークスよりドゥームエターナル。2016年の大ヒット作ドゥームの正統続編で、最高のスピード感とパワフルアクションが追求された怒涛の FPS バトルゲームです。デーモンに侵略された地球を舞台に、帰還したドゥームスレイヤーとなって地獄からの脅威に立ち向かいます。前作の2倍増しのデーモンが登場することが明らかになっており、さらに強化された爽快なゲーム内容を楽しめそうです。本作のキャンペーンモードではデーモンになって他のプレイヤーの世界に侵入したり、逆に他のプレイヤーがデーモンとなって侵入してきたりする可能性がある PVP 的なオンライン要素が採用されています。また主人公のドゥームスレイヤーがパワーアップしており、新たなダッシュ機能が搭載されたことで敵との距離を詰めることや回避がしやすくなっていますし、火炎放射器などの武器や強力な新アタッチメントが追加されています。デーモン2体とスレイヤー1人に分かれて戦っていく新しいバトルモードも実装されるそうなので、かなりボリュームアップした内容でドゥームを楽しむことができそうです。もちろん北米版からの表現規制は全くかけずに発売されるそうなので、ドゥームファンの方はぜひチェックしてみてください。ドゥームエターナル国内版は3月26日の発売となっています。8本目はバンダイナムコより海賊無双4。あの大人気無双シリーズの最新作が2020年に登場します。本作の海賊無双では、ホールケーキアイランド編やワノ国編などの最新ストーリーに加え、アラバスタ編やエネスロビー編など過去の人気シナリオも実装され、ストーリーミッション数は30以上の構成のボリュームアップされた内容となっています。もちろん新キャラも多数登場し、四皇ビッグマムやカイドウ、カタクリやバジルホーキンス、キャロット、ジェルマダブルシックスの4人が加わり、40以上のプレイアブルキャラが参戦しています。また一部のキャラはフォルムチェンジにより技のバリエーションが変更されるので、今まで以上に多彩なアクションが可能になっています。地上と空中を最大限にまで生かすワンピースらしい無双仕様は今作でも健在なようなので、新しくなった超爽快無双アクションが本当に楽しみなところです。海賊無双4は3月26日の発売です。9本目はライフイズストレンジ2。プレイヤーの選択肢で未来が変わるアドベンチャーゲームの最新作で、フランスのドントノッドにより開発された作品です。今作の主人公はシアトルに住むごく普通の兄弟で、とある悲劇的な事件の後、兄のショーンは超能力に目覚めた弟ダニエルを連れ、自分たちの居場所を求めて父親のふるさとであるメキシコプエルトロボスまでの逃避行を始めます。プレイヤーは兄のショーンを操作し、世間の目を逃れてシアトル、ポートランド、カリフォルニアと旅をする中で様々な選択をしていきますが、それらの選択が出会う人々と弟ダニエルの人生を変えていくんですね。まだ小さくして強力な力を持ってしまったダニエルは、兄の立ち振る舞いに大きく影響を受けるため、どう行動するかは慎重に選ぶ必要が出てきます。しかし今作でも一見良さそうに見える選択が後々いい結果をもたらすとは限らない、
そんな物語仕様になっているようなので、前作のライフイズストレンジを楽しめた方は絶対に今作も楽しめる内容になっているのではないかと思います。ライフイズストレンジ2は PS4 国内版が3月26日に発売で、日本語吹き替えも実装された完全版となっています。10本目はバイオハザード RE3。1999年の初代プレイステーションではシリーズの最後となる作品であるバイオハザード3ラストエスケープが完全フルグラフィックでリメイクされます。本作ではバイオハザード2と同じ時間軸で起こった事件をもう一人の主人公ジル・バレンタインの視点から描いた作品で、アンブレラ社の陰謀に迫っていきます。バイオハザード RE3 では死者の街へと変貌しつつある混迷のラクーンシティが PS4 ならではの密度でしっかり表現されています。本作の象徴ともいえる敵ネメシスももちろん登場し、ジルたちが他の部屋へ逃げても追いかけてくる難敵ぶりがどのようにリメイクされるのか大変楽しみなところです。また4対1の非対称マルチプレイとして作られたバイオハザードレジスタンスも実装されており、敵を配置するマスターマインド側と仲間と協力して活路を開くサバイバー側の2つの勢力に分かれてプレイする新しいゲームモードも楽しめます。ストーリーとマルチプレイどちらも非常に魅力的な内容なので、発売が非常に待ち遠しいところです。バイオハザード RE3 は4月3日の発売となっています。続いては2020年上半期一押しの超ビッグタイトル、サイバーパンク2077です。ウィッチャー3の CD プロジェクトが手掛けた最新オープンワールドゲームで、世界中のゲーマーたちが期待を寄せる最新ソフトになります。本作は巨大都市ナイトシティを舞台に、謎めいたインプラントを追うことになった主人公 B を操るオープンワールド RPG で、無数の選択肢を通じた自分だけのストーリーを体験することが可能です。外見からサイバーウェアによる身体強化まで非常に豊富なカスタマイズ要素が用意されており、機械化した人間としてのゲーム体験を存分に楽しめる作品になっているのではないでしょうか。様々なサイバーウェアでプレイヤーを強化し、ディストピア1の伝説のサイバーパンクを目指す本作は、美しいマテーヌを基調として唯一無二のオープンワールドを駆け巡り、危険な依頼に次々と挑んでいく最高にスリリングな世界を味わうことができるでしょう。サイバーパンク2077は4月16日発売で、いよいよあと4ヶ月で最高のオープンワールドゲームをプレイすることができます。12本目はマーベルズアベンジャーズ。クリスタルダイナミックスとエイドスモントリオールによって開発されたアベンジャーズゲームがついに PS4 に登場します。本作のオリジナルストーリーではアベンジャーズの複雑に絡み合うストーリーに焦点が当たっており、アベンジャーズのヒーローたちの魅力を最大限に引き出した作品となっているとのことです。本作ではヒーローミッションとウォーゾーンミッションの2種類が存在し、ヒーローミッションはシングルプレイヤーのみで、各ヒーローに焦点を当て、プレイヤーがヒーローたちを操作して使用できるヒーローを増やすためのものです。ウォーゾーンミッションは1人でも最大4人マルチでもプレイできるミッションで、自分の好きなアベンジャーズとしてチームで戦えるミッションになっており、ミッションの難易度はチームの人数と構成によって変化します。またプレイヤーそれぞれで全く違ったヒーロー育成をできるので、例えば同じアイアンマンでも違う性能を持ったアイアンマンを作り上げたりすることが可能です。プレイヤー一人一人がアベンジャーズとなって悪に立ち向かう、そんな最高のヒーローアドベンチャーゲーム、マーベルズアベンジャーズは5月15日の発売となっています。13本目はラストオブアスパート2。ノーティードッグの超名作アドベンチャーゲームの続編の発売が迫っています。前作の危険な旅路から5年、ワイオミング州ジャクソンで平穏に暮らしていたエリーとジョエルに突如悲劇が訪れ、エリーの無慈悲な旅が再び始まってしまいます。己の全てを復讐に捧げたエリーは凄惨な殺しの連鎖をもたらし、誰が正義で悪かわからないラスアスの非常にドラマチックで切ないストーリーが今作でも味わえることでしょう。前作から引き続き工作やスキル、武器アップグレードなどのシステムが採用され、ダイナミックステルスシステムにより流れるような戦闘が展開されるので、エリーの生き抜く必死な姿がさらに際立ってくると思われます。今作はノーティードッグ側による新エンジンで作り直されての発売となるので、よりリアルで繊細な部分まで作り込まれた美しくも残酷なラストオブアスを深いところまで感じることができるはずです。ラストオブアスパート2は5月29日の発売で、前作をプレイしたファンの自分からすると本当に楽しみで仕方がない作品です。残り3本は発売日未定の作品を紹介していきますが、どれも2020年内に発売予定のタイトルです。まずはバンダイナムコよりテイルズ・オブ・アライズ。大人気アクション RPG テイルズ・オブシリーズのマザーシップタイトル第17作目にあたる作品で、昨年の E3 2019で発表されました。本作の舞台は2つの星ダナとレナ、
物語の300年前、自然あふれる星ダナは科学と魔法が発達したレナから突然の侵攻を受け、ダナの人々はレナによる終わりなき霊族を強いられることになります。本作はダナの青年アルフェンが同族から追われるレナの少女シオンと出会い、2つの星の運命を揺るがす物語として描かれます。シリーズ最高のグラフィックレベルで描かれる美しく広大なフィールドとスピーディーで爽快なアクションバトルが期待される本作は、シリーズファンの方はもちろん、テイルズを今までプレイしたことがない方にもぜひ注目していただきたいタイトルです。まだ公開されている情報が限定的なため、これから引き続き詳細なゲーム情報を待っていきたい作品ですが、テイルズ・オブ・アライズの発売は2020年内とアナウンスされています。続いてはウォッチドックス・レギオン。UBI ソフトが手掛けるオープンワールドとサイバー空間が生み出す唯一無二の戦いが魅力のウォッチドッグスシリーズの最新作になります。本作は近未来のロンドンを舞台に繰り広げられ、ロンドンに暮らす人々を自由にレジスタンスの仲間に加え操作することができます。すなわちオープンワールド内全ての人物はプレイアブルキャラクターであり、それぞれにバックストーリー、個性、スキルが設定され、自分だけのユニークなチームを作成することが可能なのです。自分のキャラクターをオンラインに持ち込んで、フレンドと共にロンドン奪還を目指し、4人協力ミッション、エンドゲームチャレンジ、デイリーイベントを楽しむことができます。戦闘も新たな近接攻撃システムと豊富な武器やアビリティが用意されており、戦闘の展開がプレイヤー次第で大きく変化していく最高のサイバーバトルを味わうことができるでしょう。ウォッチドックスレギオンの発売日は現在未定で、2020年4月以降の発売となっています。本日最後に紹介するゲームはこちら、ゴースト・オブ・ツシマ。インファマス・セカンド・サンなどで有名なサッカーパンチプロダクションズが開発する期待のオープンワールド時代劇アクションアドベンチャーゲームです。本作の舞台は13世紀後半、鎌倉時代の元寇をテーマにしており、ツシマを侵略する元軍と一人の武士、酒井仁の戦いを描いた作品です。元軍の兵略の前に壊滅した武士団の生き残りである仁は、ツシマの民を守るため、ふるさとを元から取り戻すため、あらゆる犠牲を厭わないことを誓い、冥府から蘇りし者、クロードとして、ツシマを敵の手から解き放たんと紛争します。得体の知れない敵に立ち向かうには、新たな兵器を使いこなし、己の技量を上げ、そして何より多くの民から助けを得なければいけません。刀で切り込むか、弓で射抜くか、隠密に敵の影から切りかかるか、いかに敵に挑むかをプレイヤー自身が熟慮し、ツシマを救う戦いが始まります。美しい中世の日本を再現したオープンワールドには、広大な自然や集落が見事に描かれ、プレイヤーに日本の美を存分に感じさせてくれる一作になることでしょう。ゴースト・オブ・ツシマは2020年夏の発売で、 PS4 周期の最後の傑作になると期待されています。それでは本日の動画は以上になります。今回は2020年発売の期待の PS4 ソフト注目作をまとめて紹介させていただきました。もちろん今年も気になったゲームはレビュー、紹介動画でどんどん取り上げていこうと思いますので、気になった作品はぜひチェックしていってください。今年も僕のチャンネルを何卒よろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。おつぐです。失礼します。